ごきげんよう、山口あゆきです。今日は秋田に来てます。なんか結婚するどうのこうのでな、船じゃないわ、飛行機かな、飛ぶか飛べへんかってあれやってんけど飛びました。だからこのツルツルのところを通りたいと思います。おけつ、そしておけつ、おけつ、かわいい。絶対絶対お兄さんです。おー着いた、やっほー、秋田に着きました。結構1時間バス、あの電車乗って大変やったけど、今日はなんか知らんけど晴れてる。いや、ということで今日はね、秋田県に来てるんですけども、今明日ちょっと本番があるので、今日はちょっとおとなしくちょっとしないたいと備えたいと思います。なので何度かね、秋田には来てますけれど、うわ滑るで、うわすごい、ちょっと滑りたいと思います。かき氷、そう、なかなか、おいしょ、あやばない、手すりがもう埋まってる、すごい。ちょっと皆さん見てくれますか、雪がね珍しいんですよ大阪人は。見て、あそこも積もりすぎて、ちょっと積もってる。すごーい。ちょっと待ってな、こっち行こう。美味しそう。きりたんぽうどん。魚定食にしました。これ。仙台市交通局は、全国のバスの運行を判断します。ホテルは三菱ふそうトラックバスの5つの駅で販売しましたが、早いところでは2時間分で販売した通り2台までとなっています。そうね、うどん好きやから。仙台市交通局によりますと、前回販売したミニカーは売っていて、今回の注目を集めることになりそうです。昭和にかけて使われたこの展示会は斉藤家の屋敷、斉藤屋敷でこの時期に開かれています。子供の絵やおめでたいものなど幅広く、当時の子供たちが遊んでいたとされる市松人形や子供された平手絵なども展示されています。お願いします。ふぶいてる、お疲れ様です。すごいな、すごい。にやこ、ここめっちゃ美味しかった、ほんまに。しかももう店員さんもめっちゃ、店員さんっていうかオーナーもすっごいいい人で、よかったから皆さんもぜひ来てみてください。てかめっちゃ雪降ってきて、さっきまで吹雪、おすごい、これボクボクや、モクモク。今ね、吹雪氷の世界ってなってるから。でも空は実は晴れてるんだよ、こっちとか、ほら。でもこっちはめっちゃ曇ってる。なんか雪ってさ、眩しいよな、反射してすごくない。秋田は日本酒が売ってる、別で。日本酒、やっぱりお酒のあれやな。だってしてみて、自販機もほぼビールやもん。ほぼビールやもん。コーラと水の横にビールって思うね。ぬくいで。ポールが埋まってる、すごっ。雪が降っている、下ももう氷やから気をつけて歩かないといけないです。鳥飛んでる、見て、こんな雪なのに。
秋田の方すごく皆さん温かい方ばかりで、拍手もそうですけど、舞台から実は結構ライトで最初は見えないんですけど、だんだん目が慣れてくると、瞳までしっかり見えます。雪がすごい降ってきましたんで、慌て気味に走らず滑らずホテルに帰りたいと思います。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。バイバイ。なんかめっちゃ降ってきてる。バイバイ。めっちゃ滑るで。滑る？気をつけな。めっちゃほんまや。氷や。氷氷。道の駅に来ました。イエーイ。ちょっと道の駅探索したいと思います。すごい。秋田にもいろんな。めちゃいも自然薯やって。2300円もする。行ってます。道の駅ってこれが楽しいよね。いろいろ見れるからこれでこういう椎茸とかさ、いろいろ道の駅っていうのはこういうやっぱり女心をくすぐるわ。心っこってどういう意味？秋田弁なんかな。わ、美味しそうなお酒が売っています。秋田のさ、濁り酒。え、かわいい。あ、これ欲しいかも。何これ？で、ミラ。違う、犬や犬、秋田犬。秋田犬。これあれ、駅にあって、おってん。こう、バッテン肛門のやつ。欲しい。かわいい。こんなのかわいい。かわいい。欲しいねんけど。やばすぎる？逆光や。あ、やばい、これつけてんのバレた。うこかめ大駅で、めっちゃかっこいい駅。道の駅岩城、岩木第2波、岩木かな、岩木の道の駅に来ました。ちょっと見てみたいと思います。道の駅巡り。こうやつ、これを水の中、川の中に置いて。そうなの。そう、土壌の仕掛け400円で売ってるよ。すごい。ここから入っていってで、すごい。これ1個買って川にやってたら土壌捕まえる。ズン。めっちゃ綺麗。靴は泣いてるからな。ちょっとアロンアルファでふっつけてるんでね、ちょっといかんせんね、足が濡れる、靴下濡れるということなのでね、あんまり調子に乗らないようにしたいと思います。見てこの綺麗な雪景色。こんなんね、綺麗すぎなんですよ。雪だるまつくじゃあちょっと参拝しに行きたいと思います。この雪のこの結晶がすごいいいわ。てん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 って感じ。かわいいよ。なんかぺったんこなってますけど、護国神社に来ました。今からちょっと散歩しに行きたいなと思うんですけど、結構駐車場から歩く道が遠くてちょっと歩く道があって、何回か滑りかけました。危なかったです。でも私の運動神経からすれば全然そんなもの、こける筋合いはない筋合いはない。今からちょっと行きたいと。危ない。ちょっとほんまにちょっと集中して歩きたいから、カメラなんか撮ってる場合ではありません。ちょっとゆっくり歩きたいと思います。レッツゴー。手水か。綺麗。やっぱりこういうことをしたくなっちゃうのはどうしよう。あかんって分かっているのに。すみません。ほら。ほんまや。めっちゃ可愛い。犬の足跡や。可愛い。それか、誰か。おるんか。これより犬の散歩はご遠慮くださいって書いてるけど、あ、
あー、秋田港という道の駅に来ました。ちょっと道の駅巡りすぎて、さっきの道の駅はね、なんかあんまり何も出なかったです。だからちょっとおいとまして、まあ、護国神社に行って、今ここに来てます。ここの道の駅は一体何があるのでしょうか。てか船いっぱいあるから海産物とかありそうな気がします。あ、秋田港、なんか見て道の駅やと思ったら、あれ植物園ですかみたいな感じになってますけど、あ、見て、ステージあるやん、ここ見て、ほら、ステージある。あ、ほんまや、あ、あれだけ、あれだけやってこようかな。あ、シュールでしたね。え、待って、うどんそばが自動販売機で買うんじゃん、あれ、うん、あ、え、ここでうどん食べたい、いやわ。なんで、でかいこと言うの、食べてんのに、でかいこと言うの。歴代1位って書いてんです。300円やって、ちょっと待って、ペットボトルに1味。じゃーん、すごい山奥に来た。ここ道の駅やんな、うん、なんていう道の駅やった、パート4、道の駅に来ました。なんか今びっくりした、秋田の道の駅は全部温泉ついてる、驚き、すごい楽しい、うん、ふわふわ、うん、振りたてなんか、うわ、ふわふわや、めっちゃ四季の森です。じゃんじゃんじゃん、もう割といっぱい売ってる、こんなん持ってる、これ欲しい、ビアジョッキやって、これを探し求めて100銭やったもんな、はい、でもなんかそこもう来た時でいっぱいいろんな種類あったやんか、うん、なあ、一応ちょっと待って、買っとく、うん、ちょっとこれも気になるから買っとく、これも気になるから買っとく、うん、秋田のおっか、うん、やっぱりさ、え、どっちやねん、どっちも買うに決まってるやん。あれ、秋田でしか売ってないもん、食べるのが、うん、あ、そかそか、めっちゃ買うやん。でも、秋なんかこういう、え、金柑大福って美味しそうじゃない、買うねん、買うで、ちょっと待って、これ何、何本、何本、金額による、まあ、いっか、金柑、これがいい、はい、で、買いました、これを買います、はい、買いましょう、お願いします、福の餅です、で、スロロ、すごい、スロロ、どんな種類あってんの、いいや、すいません、じゃん、バター餅、これが美味しい、美味しいのか、名物なのさ、食べてみたいと思います。なんかあの時の感動がない、うそやん、じゃあバター餅いただきます。美味しいよ、うん、バター、うん、カロリー高そう、鍋すもちやって、じゃ、鍋すりもち初めて見た、うん、取れへん、いただきます。うん、おはぎ、つぶつぶ、米が、もち米が美味しい、めっちゃ甘い、でも美味しい、この秋田のおっかのお菓子を食べたいと思います。これめっちゃふわふわ、なんかもう雪のふわふわよりも雪のふわ、
よりもふわふわやで。そう、わかってるよ。そう、わかってるよ。そこ分かっててくれて嬉しかったわ。そこやね、そこやろ、おもろいのはそこやろ。やって、そう。そういうところが、やっぱりそのセンス問われるかな、思って。でもそこ気づきは少ないからな。そうやろ。いや、だからそこのセンスを分かってるっていうところで、もう愛嬌も面白いなっていうのは個人的には思うよ。思う思う。はい、これどうぞ。どうしたらいいの？あ、もうほんならこっち、あっち切ってる方あげるわ。はい、そう、普通そうやろ。ほんなじゃあ自分の好きな取り分だけ取りたいと思うやん。見てほら、これふわふわやねんけど、わかるかな。陸路おじさんみたいな感じやけど、そうでもないふわふわ感やな。ではいただきます。うん、チーズ、うん、違うな。普通にスポンジケーキ、シフォンケーキか。美味しい。めっちゃあっさりやな。食べたら、食べていくにつれ甘さ感じられるな。うん、クリームつけて食べたら美味しいかもな。うん、うん、あんこ、あのあんこつけて食べたら。うん、確かに。おいしい。じゃあ最後、アイキがセレクトした金柑食べます。金柑の大福食べてみたいと思います。かいかいかい。うん、金柑入ってる。え、金柑美味しい。めっちゃ美味しい。はい、ここ多分武家屋敷、うん、か武家屋敷やったかな、武家なんとかに来ました。なんか今から稲庭うどんを食べに行きます。おお、なんかここの方が寒いような気がする。気温がなんか分からんけど、ここにします。めっちゃ可愛い雪だるま。そうだ、可愛い。全部作ったん？全部作ったん？これがきりたんぽ。味噌。味噌きりたんぽだそうです。じゃあいただきます。きりたんぽ、なんかピンとあれ当たった。これエブリカかな。美味しいよね。そこで1個もらっていい？エブリ学校食べたい。これね、自家製のエブリ学校なの。へぇ、それで、ちょっと他では売ってないです。うちの市とか水族では一切売ってない。僕いらない。食べね、うん、裏は3人だな。おいしいのに中に。タムチ見てくるな。うん、あ、甘っ。めっちゃおいしいのか、うん、1個100円するかっていうだけの話。うん、うん、めっちゃおいしい。めっちゃおいしいな、うん、ね、これ買おう。うん、おいしい。おいしい。ここに来ました。
プシュってやるとこやったから。じゃんじゃんじゃん。なんか売店のおばちゃんめっちゃ優しかったな。何だった？うん、お二人様ですかって言われて、はい、お二人様ですって言ったら、じゃあこれどうぞって言ってお菓子くれた。タダで。めっちゃこういうの嬉しいよな。あ、待って、いぶりがっこチーズパイやって。あ、マジで。何これすごい。食べてみよう。濡れ豆濡れてんねんて。豆が濡れてんねんて。ちょっと待って、めっちゃ濡れてるか。じゃあいぶりがっこチーズ食べてみたいと思います。何これすげえ。チョコやチーズじゃん。温泉めっちゃ雪積もってたからめっちゃ綺麗かった。うん、甘い系か。はい。ツルツルやん顔。ん？顔ツルツルやん。ツルツルやろ。うわ、すげえ豆や。え、でかっ。うまや。豆。ひげ。美味しい。ちょうどいいかもしれない。7時45分。うん。遅くしてよかった。うん。このゆったり時間が一番いいよね。はあ。美味しすぎ。さっきばっかり入るよ。じゃーん、今日はねビーフペです。お肉もあった。今からこれを食べたいと思います。はい、驚きの第2弾です。また第3弾も行こうと思ってます。サーモンとマグラ美味しいです。いぶりがこれがなんか郷土料理らしくて、なんとかの卵のなんかで、これがエゴなんとかっていう草の、エゴ草なんかのなんか塊です。これはエビの餃子みたい。これお肉もいっぱい。でかね、シャームシ。いただきます。どこやねん。ちゃうくない。そやな。手なんで離れしてるんですか。そやな。Ha ha 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 ha